はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしのカクレーガーです。ではですね、まず行きつけの酒屋さんに行ってね、ウイスキーを買いに行きたいと思います。では行きます。いかがだったでしょうか。こちらの酒屋さんは山形県でも一二を争う品揃えの酒屋さんで、量り売りなんかもね行っている酒屋さんなんですが、最近はですね、なんと有料試飲も行ってくれている、多分ね山形県では唯一の酒屋さんではないかと思います。まあ、量り売りや有料試飲なんかもしてくれているので、ウイスキー初心者の方にはねかなりおすすめな酒屋さんとなっています。概要欄にね詳しいお店の住所などね記載しておりますので、興味のある方はねこちらの酒屋さんに行って、量り売りやね有料試飲試してみてください。そんな酒屋さんでですね、今回購入させていただいたウイスキーはこちら、じゃん、ビハインドザカスクブランドブラ。こちらですね、日本のビハインドザカスクさんが作るブレンデッドモルトウイスキーとなっています。まずはね情報から、こちらを製造しているビハインドザカスクは2021年に日本で設立されたボトラーズブランドです。輸入したウイスキーを青森県の工房で瓶詰めしているボトラーで、ボトルはフランスのボルドーから輸入し、高品質天然コルクで栓を、そして老風加工をしています。
瓶詰めから老封、ラベリングに至るまで丁寧に1本ずつ手作業で行っています。ブランドブランはビハインドザカスクのフラグシップボトルで、スコットランドの蒸留所のモルト原酒をメインにブレンドされたブレンデッドモルトウイスキーです。シャンパーニュをイメージして、あまり樽の影響を強く受けていないバレルやリフィル系のトロピカルフルーツが香る白色モルト原酒がブレンドされましたということですね。まあ実は私もね、あまり詳しくはよくね、分かっていない日本のボトラーズで、まあ、設立当初はボトリング工場がね、青森県にあったそうなんですが、現在はね、北海道の函館にボトリング施設を移しているらしいです。まああまりね、詳しく分からないのは、このビハインドザカスクさん自体があまり多くを語らず、味わいでね、勝負しようとしているのか、情報がね、多くないのが特徴のようですね。まあね、このボトルを見てみても分かる通り、ラベルにはね、このように真っ白で何もね、書かれていません。こう上に小さくね、わずかにこう、インディペンデントボトルドインジャパンと書いているだけで、このね、ボトルの銘柄や中身の情報がね、このラベルには何も書いていないんですよ。まあ、おしゃれではあるんですが、かなりね、謎めいたボトルになっていて、初めて見た方には少しね、わかりづらいかもしれませんね。まあ、しかしね、これが何年かすると、まあ、このね、見た目で、あ、これはビハインドザカスクのボトルだっていうのがわかるようにね、なってくるんでしょうね。ぜひね、このスタイルはね、続けてほしいですね。そしてね、こう裏ラベルを見てみると、ようやくこちらのね、裏ラベルにこのようにね、ブランドブランの表記があり、アルコール度数や原材料のね、表記なんかも書かれています。まあ、このね、ビハインドザカスクさんのこだわりで、ボトルはですね、フランス産高級ワイン瓶に、ワインコルク栓が打線されており、さらにね、老封までされているこだわりようです。ワインボトルでのボトリングには、ソムリエがサーブするウイスキーをコンセプトとしており、それはですね、ワインのようにウイスキーにおいても、瓶内変化、温度、グラスなど、原酒の変化とポテンシャルを引き出す手法にこだわって楽しんでほしいというメッセージが込められており、このコンセプトを体現するためにワインボトルをね、あえて採用しているそうです。こちらのね、ブランドブランはシャンパーニュ用語で白ぶどうブレンドから作られた白ワインを言いますが、ビハインドスカスクはこれを白色系ウイスキーブレンドで作られた白ラベルの意味で使用しているそうです。また、ブランドブランは今後ビハインドザカスクさんのフラグシップ商品となり、安定供給を目指しているそうです。まあ、こちらのブランドブランに使われている原酒は、スコットランドの蒸留所のモルト原酒をメインに使用しており、グレン原酒をブレンドしない、ブレンデッドモルトウイスキーとなっています。コンセプトはね、高級ハイボールで味わうウイスキーということで、シャンパーニュをイメージした通り、高級ハイボールで味わってもらうように想定してね、設計されているようです。まあ、ストレートでももちろんそのフルーティーなウイスキーをお楽しみいただけますが、よく冷やしたブランドブランをガス入りミネラルウォーターで氷なし4対1で割ることでシャンパーニュのような飲み心地を再現できるそうです。まあ、多様性のあるウイスキーの楽しみ方で、こういうね、コンセプトで作られたウイスキーっていいですよね。こちらですね、先ほどの行きつけの酒屋さんで購入させていただきました。価格は9,500円、容量は 750ml、アルコール度数は 50.6 度となっています。では、ね、早速飲んでみたいと思います。まあですね、色味はかなりね、黄色みがかった黄金色となっていますね。はい、では、ね、早速香りから。おー、すごい、すごいフルーティーな香りです。洋梨やマスカットのようなね、こうジューシーでフルーティーな香りがかなり強くて甘い香りですね。まあ、正直ね、このボトルの見た目もあり、ウイスキーとはね、思えないような甘いフルーティーな香りが強いですね。まあ、ピートやスモーキーさなどといった要素は全くなくて、麦芽感もね、なんかそこまで感じられないんですよね。まあ、香りだけ嗅いだら本当にウイスキーだと思わないかもしれませんね。それだけね、フルーティー感が強いですね。では、ね、早速いただきたいと思います。うん、あー美味しい。口当たりはね、かなり軽やかで、やはりね、かなりのフルーティー感が目立ちます。
私ね、フレッシュなウイスキー好きなんですが、これね、かなり私大好きな味わいです。こう何かね、リキュールでも混ぜたんじゃないかと思うぐらいフルーティーさが強くて、本当にね、これすごい美味しいですよ。モルト原酒だけでここまでね、フルーティー感を出せるブレンドができるっていうのはね、本当にすごいなと思いますね。これストレートでも十分美味しいんですが、確かにね、こう炭酸で割ってシャンパンのようにして、ね、飲むっていうのは絶対合いそうですね。この香りがね、ハイボールにするとかなり引き立っていいんじゃないかなと思います。いやー、これは美味しいですね。まあ実はね、これ皆さんもお気づきだと思うんですが、このボトルは行きつけの酒屋さんで量り売り用にね、あったボトルで、まあ残りがね、ちょっと少なかったので、ボトルごとね、私量り売りで購入させていただきました。このボトルのこう封開け直後のやつもね、以前量り売りで購入してね、飲んでいるんですが、やはりね、封開け直後の方がさらにね、フレッシュ感が強くて、まあ私はね、そちらの方が好きでしたが、まあ、少しね、こう空気に触れてまろやかになったこちらのね、ブランドブランもね、またね、違った美味しさがあって良かったです。まあ、こういうね、楽しみができるのもウイスキーのね、いいところですよね。まあ、こちらのね、ビハインドザカスクさんがリリースするウイスキーは他にもね、いろいろとあるようなんですが、リリース数も少なくて、やはりね、こう人気があり、リリースされてもね、すぐに売り切れているようです。まあ、このね、ブランドブランが安定供給されれば、もしかするとね、もう少し手頃にね、買えるウイスキーになるんじゃないかなと期待しております。まあ、今のところね、価格も税込みで1万円を超えてくるので、庶民がね、手頃に買えるボトルかというとちょっとそうではないと思いますので、まあ、機会があればね、ぜひ飲んでいただき、このね、衝撃的なフルーティーさをね、味わってほしいなと思います。そして多分このブランドブランに限っては安定供給なんかがね、されるようになれば、先ほどのね、私の行きつけの酒屋さんに行くとまたね、入荷するんじゃないかなと思います。そして多分入荷したらまたこのようにね、量り売りで売ってくれると思いますので、ちょっとね、ボトル買いはちょっとできないなという方は量り売りでね、飲んでみてください。これはね、一度はちょっと飲んでほしいウイスキーの一つです。私もね、機会があればこのね、ブランドブラン以外のね、なんかシングルモルトとかもね、飲んでみたいなと思います。ということですね、今日のヒロシの隠れ家は田舎の酒屋で売っていた日本のボトラーズビハインドザカスクがリリースするブランドブラン、こちらをね、ご紹介させていただきました。ではまた。